9月27日月曜日の東京株式市場、前場の取引が終了しました。日本株は続伸となっています。3指数見ていきましょう。まず日経平均、先週金曜日の終値に比べて109円81銭高い 3万358円62銭トピックスもプラスです。 7.67 ポイントプラスの2000トンで 98.42、JPX 日経インデックス400も 54.20 ポイント上昇して 18,937.37 で前場を終わっています。ニューヨーク市場も週末ダウ平均と SP500 種が続伸という形で戻ってきました。そこら辺が安心感を与えた。先週末の日経平均600円高という形で急反発に転じた試合がそのまま今日も持ち越されたというそんな状況です。朝方こそ一旦利食い売りに怖まい動きも見せましたが、そこの後からすかさず買い物が入る形で日経平均はプラスの水準をずっと維持するというそんな動きになりました。アジア市場を同時に行われましたアジアのマーケットもほぼ全面的に高い。またシカゴ CME での米株先物取引も総じてプラスの水準を維持するという形で、世界的なリスクオンの波がマーケットを後ろから押したという形でしょうか。ただ、3万414円、という高値が寄り付き直後にありましたが、さすがに上値には戻り待ちの売り物も出てくるようで、上値 の伸びは限られたものとなっています。個別銘柄の動きを見ますと、例えば旅行代理店の近畿日本ツーリストを傘下に持ちます、KNTCT ホールディングス、この銘柄が11.6% 上昇して商いも膨らみました。そしてここにありますように年初来の高値を更新するという動きになりました。緊急事態宣言がですね、今週中の期限を迎えて解除されるのではないかという観測が強まってきたことを受けまして、こうした旅行関連、観光関連、ホテル、外食、あるいはイベント、フィットネスといった経済再開期待、あるいはアフターコロナ関連と言われている銘柄群が幅広く買われていたのが本日の相場の特徴です。比較的小型の銘柄が多いこともありまして、日経平均自体は大した上昇幅ではないのですが、全体としてかなり幅広く小型の銘柄に買い物が入ってきました。一方では主力株の中でも利食い売りが結構出ていまして、海運3社ともに今日は反落の前場となりました。売買代金はダントツで3銘柄揃って大商いとなってはいるんですが、さすがにこの地合いの若干の変化を受けて利食いが優勢になったというふうに見られています。また東京エレクトロン、レーザーテック、あるいは村田製作といったハイテク系の主力株も売り物で値下がりしていました。若干微妙な地合いの変化が出ているという、そんなような感じを抱かせる前場のマーケットでした。当初アローズスタジオから前場の概況をお送りいたしました。